1回です。ピッチャーは岸、ツーアウトランナー一塁三塁という場面でした。そして中村典弘、このバッティング三塁線破ります。まあ、あのボール球ですけどもね、まあ、中村典弘の好きな球ではあるわけですね。中村典弘にとってはストライクボールというところでした、はい、だから立ち上がりの岸の、ね、はい、不安がそのまま出たというところですね、うん、しかし1回の裏に入りますが、ピッチャー先発の永井、2アウトランナー1塁、これ栗山がフォアボールを選んだ後です。中村武也の今シーズン第2号の同点ツーランが出ました。やっぱりあの岸が、ね、2点取られて不安定な状況ですぐ取り返したというのはやっぱり大きいですよね。これで2対2、そして4回です。2アウト簡単に取った岸なんですが、カーブ、まあ、あの本当に、歩かしたくないという思いでカーブをすっと投げてしまったんですけどね。そこを草野が2号ソロホームランで3対2勝ち越しに成功。そして4回の裏、これ2アウト満塁、その前のチャンスで打てなかった分という話がありましたが、はい、この場面でした。ショートゴロ、まあ、なんとかしようとする気持ちはありましたけどね、そんなところがショート渡辺直人の守備範囲でした。得点なりません。そして6回です。これは連携プレーをご覧いただきましょう。レフトの頭上を破る長打コース、レフトの後藤武俊今日スタメン、ショートの中継今日スタメンの初スタメン、原からセカンド片岡がタッチアウト。いや本当にこういう、ね、一つのプレーが、はい、まあ、流れを変えていく場合が多いんですよね、これ6回の表でしたから。そしてその6回の裏直後ホームラン、ね、本当に力のあるバッターが、はい、意外性の男と言いたくないけども、本当にいいホームランを打ちましたね、ナイスプレーから守備から攻撃のチャンスをつかんだライオンズ。そして7回です。代打の剣士、しかし岸はここ三振、ピンチだったんですけどもね、気持ちが入ってましたね。ここからさらには代打の中村雅人も打ち上げてのファーストバードフライ、ワンアウト一塁二塁のピンチをしのいだ岸。そして8回の表、この盗塁です。ショートバウンド逆シングル、これもショートバウンドさばいて片岡タッチアウト。そうなんですよね、本当に2人のファインプレーが出ましたよね。そしてその後も抑えました。でこれが初球の盗塁、まあ、ランナー2人でね、こうやって果敢にチャレンジでフォアボールでつないで栗山がヒットを打つ。いや本当にねチームとしてつながりましたよね。ツーアウトから取った点でした。そして9回は1イニング、ブライアン・シコウスキー、まあ、この3人で綺麗に取るっていうのがもう勝利の味をさらに倍増にさせるようなね。本当ですね、もうストライク先行で安心して見てられる、いい抑えが来ましたよね。